勇者の実家。はい、どうも、おかえりなさい。勇者の実家の私、マザーレッカと申します。おかえりなさい。お疲れ様。頑張ってる？頑張りすぎないで。私からの、マザーからのお願いです。人はですね、頑張りすぎるとね、体に乳酸がたまりますので、乳酸がたまるとですね、ちょっとこうパフォーマンスが落ちるという噂もございますので、まあまあぼちぼちでいいんじゃないかなっていう気がしてます。はい、ぼちぼちいきましょう。ぼちぼちで、はい、合言葉はぼちぼち。 OK。 ですね、今週はいろいろとお知らせをしたいことがあるんですけれども、今ねすごいね、私をこうサポートしてくださっている、ABEX の皆さんを中心とするサポートメンバーの皆さんがですね、一生懸命いろいろあんなことやこんなことを準備して進めてくれてるんですけれども、いろいろとですね、走りながら巻き終わって、走りながら卵を割って、走りながらオムレツ作ってるみたいな、そんな状況なんですね。わかるでしょ？ねえ、わかりますよね。そんな状況なので、実はですね、どこを今週皆さんにお伝えしていいのかっていうのが、今現在まだですね、確定してない状況で今もう話し始めちゃいました。まあ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 、いろんなことが日々起きますので、まあ走りながらオムレツ作るぐらいね、マザーはやろうとすればできるかなと思うんですよ。火さえあればね。火がないとね、ちょっとね難しいかもしれないです。オムレツはやっぱ火がないと作れないので、はい。まずですね、先週明らかにさせていただいたのは、私の3ヶ月連続のデジタル配信を行わせていただきますっていう、とってもありがたいお話を、皆さんにもお伝えさせていただいたんですけれども、このですね、1曲目はもう、皆さん聞いてくれてる人も多いかもしれません。素晴らしい人生。そう、素晴らしい人生。上出来ってやつですね。これを、まあ先週フェスもありましたので、これね、いろんなとこで質問が来てたんですけど、佐賀で初披露なんですかみたいに聞いてくれる方もいたんですけど、これ、ね、実はね、初披露は去年なんですよ。去年のね、大阪のワンマンでやらせていただいたので、そう、サガンフェス行かせていただいたんですが、まずちょっとその話からしようかな。すごくですね、暑い一日だったので、私本当に自分自身が、実は貧血持ち、もともと暑さにも弱くってね、レゲエが好きとか言ってそういう感じの曲歌ってるくせにそんなこと言うなってよく言われるんですけど、まあまあまあ、こういう人もいるよってことで、結構暑いと本気で倒れるので、その昔ね、よくみんなも知っているキマグレンがやっていた音玉っていう海の家、関東にありますけど、そこでライブやらせていただいた時は倒れましたね。やっぱりね、リハして倒れたんです。リハをして倒れる弱いマザー弱い。そう、マザー弱い説、真実。はい、というわけで、ちょっとね、自分がその日朝リハやった時、サガンフェスもこれまずいなとちょっと思ったんですね。すごく暑くて、もう日差しがずっと当たってる状態だと、たったの15秒20秒ぐらいでブワワワワと熱がこう上がってきて、汗がじわわわと出てくる感じだったので、この状態で15秒20秒でこうだから、日が当たった状態で何時間も外で立ち続けるお客さん大丈夫かなって、実はすごい心配になっちゃって、もう前日から心配をしていたんですけれども、天気予報も良かったので、いや当日その暑さを感じてみてもますます心配になって、で熱中症とか気をつけてくださいねみたいに
前日までにもいろいろ発信はしてたんですけども、まあ当日もそのことが結構気がかりだったんですね。やりながらもやる前もお客さん大丈夫かなってもうちょくちょくスタッフの人に伺ったりして、でちょっとフェスって面白いのがやっぱりどの人のファンなのかっていうのをお客さん、来てるお客さんも割と主張してくださる方が多いので、まあ、こっそりファンだけど別に何もそれを表さない人も全然いてくれていいんですけれども、中にはすごく大きくそのタオルを持って掲げてくれてたりとか、なんかこうね、人によっては旗を作って持っててくれたりとかね、そのアーティストから見ても、で他のお客さんから見ても、ああの人は劣化ファンだなみたいな、劣化を目的にこのフェスに来たんだなみたいなのが分かるような形になっているんですけど、スタッフさんがですね、最初こうイベントスタッフさんがもうオープンしてすぐの時に、多分これ最初の方に待っていて一番最前列の方に入ってくれてるのが結構劣化のタオルを持ってねくれてる人が多いですよみたいに教えてくれたので、すっごく私はそれを聞いてさらに不安心配になってしまって、マザーですから私うちの子たち大丈夫かしらってうちの子たちが心配で、マザーはもう気が気がじゃなくて、ライブどうしようみたいな、ちょっとみんなを休ませてあげたい気持ちもありつつ、そんな風にして頑張って待っててくれてるみんながやっぱりこう聴きたい曲をやれたらいいなと思ってステージはやらせていただいたんですけども、やっぱりちょっと私出てった時に結構お客さんをジロジロギョロギョロあちこちもうぐるぐるしながら見たんですよ。みんな大丈夫かなって思いながら、お客さんみんな元気でびっくりしたんですけれども、ただ私ねよく覚えてるのは、その前日に福岡キャンペーンをやらせていただいてまして、で福岡キャンペーンで公開生放送のラジオとかが2件ほどあったりとかもしたので、そこの公開生放送のラジオに来てくれてた九州の方結構いたんですね。福岡かその近隣だと思うんですけれども、でその方たちと同じ顔ぶれと思われる方たちも発見したんですけれども、その前日のラジオ公開生放送をやった日の翌日のフェスなんですけど、前日と明らかに顔の色が全然違うんですね。すごい焼けてるんですよ。私が覚えてるもう本当に女性のグループなんですけど、あれすっごい焼けてるけど大丈夫かなってすごい心配、またそれも歌いながら心配になってました私。はい、そんなことを考えながらフェス中歌ってる人もいるんですよ。いろんなこと考えるんですけども、割と等身大に一人一人を心配しながら歌ってたので、マザーはちょっとね、疲れましたでも楽しかったんです。すごくありがとうございました。本当にちょっとフェスっていうのは独特なところもあって、私もその来てくれる方がぜひその楽しんでくれるといいなっていうのが一番私の希望なんですけれども、フェスってやっぱその形上、お目当ての方が何組かいるにしても、じゃあ一番この人の曲を聴きたいんだけどなって来てくれたとしても、そのグループがやる曲っていうのが2時間ぐらいあるわけじゃないので、大抵今回は特にちょっと短いスパンで回っていくフェスだったので、一人の持ち時間がやっぱ20分とかそれぐらいだったんですね。やっぱ20分ぐらいでそのお目当てが終わってしまうということは、あんまりそのセットリストの中にもドープな曲、マニアックな曲、なかなか入れなかったりして、だから聞きたい曲は聴けたかなっていう心配がアーティスト側は結構あったりはするんですけれども、であとはその他の方のファンもたくさん来ているので、最近ないんですけれども、昔結構本当にいろんなフェスがもっともっといっぱいあった時に、ちょっとなんかちょっと小競り合いがどこかで生じていたりとかっていう風の噂を聞くこともあったので、そういうこともちょっとね心配だったりしてね、お客さん来てくれた方が満足してすっごい楽しかったね、来てよかったねって思って帰ってくれてるといいなっていうのはいつもこう願うことではあるんですけども、自分の場合は
マザーの場合はですね、ちょっとあんまりなんでしょう、自分だけでやらせていただける、まあ、そっちは本当贅沢なんですけれども、2時間とか1時間半とかの、本当ワンマンライブとかとはちょっと違ってですね、フェスの時は、まあ、自分は本当他の人のステージも見れていろんな人に会えて楽しいなっていうのはあるんですが、お客さんが苦しい思いをしてないかなっていうのはいつも考えちゃいます。はい、私もですね、昔ね行ったね、もう超昔ですね、10代の時に行ったのかな、なんかエミネムと50セントとなんかそのヒップホップの、スターが、これフェスじゃないと思うんですけど、多分対バンでなんか5、6組ドバッと来て、でそれを見に行った時にもうもみくちゃにされて大変な思いをしたんですよ。なんかピアスとか引きちぎれたんじゃないかなぐらいな、結構やっぱり男性のファンが勢いがすごいので、女の友達と4人ぐらいで行って、もうエミネムと50セントの時はできるだけ前行こうねイエーイとか言って言って、一応調子に乗って前の方に行こうとしたら、もう多分何発か殴られたんじゃないかな、それか殴るつもりじゃなかったけど入っちゃったのかもしれないですけど、ものすごい痛くて苦しくて、二度と行かないと思って、それ以来二度とエミネムのライブ行ってないんですよ。大好きなんだけど怖くて、もう怖いからもうお家でいいやと思って行ってないんですけどもね。はい、なのでまあいろんな体験の可能性があるので、それはもうそれぞれでできればこう判断をして、楽しみ方を、なんか今回のフェスすごい良かったのは、サガンフェス、その周りの方にねたくさんゆったりとしたスペース、そこでご飯を食べたりとか、なんかこうご飯を買ったりするエリアがあるんですけれども、そこで例えば後ろの方かな、テント張ってもいいエリアもあったみたいで、そこでテントを張ってお子さんもちょっと休ませながら、ちょっと遠いんだけどそこから音自体はもう全然聞こえるから楽しめましたって言ってくれた、そんなメッセージを送ってくれた人もいたので、わあよかったなって。もう本当そうやっていろんな楽しみ方ができるフェスっていうのはすごく素敵だなと私も思っていてね、はい、今後もちょっと自分もいろいろ出させていただく場所が出てくるかなと思うんですけど、いやー夏が始まっちゃったなーっていう気がしてます。すごい楽しいんです、すっごい楽しいんですけれども、ちょっと自分ですね、目まぐるしくいろんなことが同時進行で進んでいるところもあるので、はい、ちょっとなんかそこもね皆さんにできれば、ちょくちょくマザー劣化からお伝えしたいんですけれども、いろいろちょっと情報がなのでさみだれ式にね、あれここで最初に言ってくれなくてあっちから聞いちゃったよみたいなのも出てくるかもしれないんですけれども、怒んないでもらえたら嬉しいなと思います。はい、というわけで、今日ちょっとねメッセージがたくさんちょっと取り上げて差し上げたいものがあるんですけど、どうしようかなと思って悩んでまして、ちょっとじゃあ、ツアー関係のからかな、勇者エピソードをまず一つ行かせていただきます。ありがとうございます。むちゃママさんからいただきました。わけあってなかなか踏み入れなかった友人が数年ぶりに劣化ライブに参戦してくれそうです。そのわけとは周囲のものがあれこれ言うことはできない相当辛いことで、多分自分自身の心との戦いなわけで、その心の葛藤が私には痛いほどわかるので、これまで行こうというのを控えてました。勇気ある一歩を自分から踏み出す決意をしてくれた友は私からしたら勇者。晴れてその日を迎えることができたら会場でハグしてあげたい。レカちゃんも応援してあげてください、ということで、むちゃママさんありがとうございます。むちゃママさんのお友達さん、何かわけがあって、ライブにこれまでちょっと参戦してこれなかった時期が多分あったと思うんですけど、今回は来てくださるということで、私もすごくもうなんだろうな、身が引き締まる思いになります。本当に自分がライブをする時にいろんなお声掛けを来てくれる方とか来てくれた方からいただくので、あんまりこうね
そこがちょっとねネックでね、気も力も抜けないんですよね。そのちょっともうちょっと気を抜いて適当にやったらみたいに、適当にやったらじゃないんですけど、もうちょっと力を抜いてやったらみたいにスタッフの方とか周りの方に言われることもたまにあるんですけども、最近もあのバンドメンバーとか、あのチッタの松井さんって制作のツアーで入ってくれてる方とかも含めて、もうみんな私にそれを言わなくなりましたね。誰も私にね力を抜いてとかね、あのそんなに本気出さないでとか言わなくなりました。私あの本気出すとねすぐ声枯れるしね、もうねカスカスになるんですけども、あのカスカスにならないためにもうちょっとね、もうちょっと抑えたらって昔は言われてたんですけど、もう誰も言わなくなったんですよ。なんかね それでいいと思ってくださってるのか、まあまあまあそういう女だって思ってくださってるのかわかんないですけど、なのでむちゃママさんのこのご友人もなんですけど、多分今回のライブも本当に前回からかなりツアーもう間が空いてしまったので、いろんな事情が変わってしまって、本当に体のこと家族のこと、それ以外のことでも本当に深刻な理由も含めて、あのやってくれるけどいけないっていうメッセージも実はね来てるんですよ結構で、本当にどうねこちらもあの申し訳ないなと思いながら、とはいえあの来てくださる方もいる中でも一生懸命やるんですけども、なので今回にそう来れないっていう方もねあのメッセージがあるんです。ちょっとこれ対になってる感じもあるので、ちょっとこっちも読ませていただきますね。マーズン AKA190 センチさんからいただきました。レッカさん、相方がね体調があまり良くなくてね、良くない病気見つかっちゃった。多分ねツアー行けないんです。今回の神戸、前回の神戸か、前フェスでね出させていただいたので、その時以来でもうしばらく会えないんです。相方に一言言ってやってください。本人は夏のツアーもなんとかしていきたいって言ってるんですけど、僕的にはちょっと難しいかなって思っていて、でもまた二人でレッカさんに会いに行きたいと思ってます。たとえ今回諦めてても会えるチャンスあるよって言ってやってください。よろしくお願いしますということなんです。マーズンさん AKA190 センチさん、ありがとうございます。こちらの相方の方は、さっきのむちゃママさんのご友人とはちょっと違って、逆に今回はまあ来れないという感じのメッセージをくださってるんですよ。そうなんです。全然あの私としてはですね、無理して本当にあの足を運んでくださらなくてもあのこっちも大丈夫だし、本当に無理しないでほしいなと思うんですね。であの私の個人的な、状況をもう赤裸々にお伝えしますと、私もあの大丈夫ですから、あの休みませんからこの後、またなんかあのどっかで出馬するとか言って、あの何年も休むから待ってろとかそういうことも言いませんから、そこはちょっと安心していただいて、あの今回大丈夫です。夏のツアーに来れない方でも、なんかインスタの方とかでもね来てたんですよ、あの今臨月だから行けないとか、今なら行けないのっていう方が結構いらっしゃるので、いや本当申し訳ないと思いながら、大丈夫です。今後のですね、いろいろあの方向的にはですね、あの多分あんまり言えないんですけど、マザーレッカ的にはですね、大丈夫なんですよ伝わったかな、伝わったと信じて、はい。なので、こんなタイミングでいけないなって思ってる方には本当申し訳ないです。でも無理しないで、なんだすぐまたあるっぽいじゃんみたいに、いつかあのすぐ思ってくれるように頑張りたいと思いますので、多分そんな本当にあの超未来にならないはずですね。あの2016、17ぐらいからは6年間空いちゃったんですけど、ちょっとねこっからはあの、決してそんなに空いたりすることはありませんので、はい、むしろこっから6年空けたら多分私できないんじゃないかなって最近思うんですよ。あのツアーリハ始まってますでしょ、今始まってますでしょ、始まってますけれども、ここであの本気出すと非常にね、私に乳酸がたまるんですよ。
あの疲労が蓄積するんですよ。これがこの感じが6年前とちょっと違うかもっていうのもあるし、まあ、 あの自分も頑張って筋肉鍛えようとはしてるんですけども、これねやればやるほど私あと何年できるんだろうこれってちょっと正直思うところもあるんですよ。この間アイリーとかに、あのプロデューサーやってる友達のアイリーにもそんなこと言ったら、ああまああと6年ぐらいできるんじゃないっていうふうに言ってくれたんですけど、簡単に言うけどあと6年、例えばあと6年これを私は同じぐらいの質を保てるような努力を続けられるだろうかっていうのがね、結構ね、あの自分でも自信持って絶対できますとは言えない、気持ちになるぐらいのやっぱり大きな大きな山場だったりするので、ツアーっていうのはすごく、あのリハをやっていて、今回そのサポートメンバーが来れるところがあったり来れないところがあったりで、場所によって全然その体制が違うんですけれども、でも練習は来れるメンバーでやってたりもするんですけれども、そんな中でやっぱりそのありがたいなと思うのは、自分がずっとその劣化として、出させていただいてから、まあ、本当にその10年ぐらいは毎年のようにツアーをやらせていただいて、でそこでみんなで、いろんなライブを、ライブ終わってからああだこうだ言いながらブラッシュアップをして、ここはもっとこうした方が今度はいいよみたいなこともお互いに言い合いながらやってきた中で、やっぱり私そのマザー劣化の、パフォーマンスに、えお前そんなもんで今回やるつもりなのっていう風に言ってくれるメンバーたちだし、ちょっとなんかこう半端もんなことしたら、おい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 、お客さんそれじゃ満足しないだろうっていう風に言ってくれる人たちだし、いやそんな人たちが一緒にいてくれて本当に良かったなっていう風に思ってまして、でもそれって実はね、あの発信地はお客さんなんですよね。面白いことにメンバーの人たちはお客さんのことすっごい気にしてるんですよ。いやいやいや、これお客さんどう思うよっていうのも私もあの口癖なんですけど、何人だろうな、例えばじゃあ私たちがメンバーが4人とか5人いるとしたら、第5のメンバーはお客さんなんですよね。あのリハの時はいないけど本番でいるから、そのみんながどう受け取ってどうこう感じてくれるのかっていうのを1秒1秒本当に隙間があるごとに考えちゃう、感じちゃうメンバーたちなので、いやすごい楽しい、やっぱり音作りをさせてもらえてるなっていうのをつくづく感じます。はい、なので、このライブに関しては本当に、今回まあ来てくれる方はもう本当によくよくよくぞよくぞよくぞ来てくれました、生きててくれましたね、素晴らしい人生で言ってるかと、もう本当そのまんま伝えたいんですけれども、なんですけど今回来れないという方とか、いろんなことがあると思うので、そのことについても本当に長く本当に時間を空けちゃった私がいけないんだろうというのはまず一番最初にあるので、申し訳なかったなっていうのも思いますけど、こっからは本当に、また期待して待っててもらってもいいのかなというところはあります。はい、なのでね、こういうちょっとなんかツアーには行けないんだけど、あの仕事があったりとかどうしても休めない時期だとか、いろいろなんか皆さんの本当にあるので、フェスの時だったらいけるみたいな方もいたりするので、そんな時にねフェスがあのスケジュールとか入ったりすると、あこれでちょっとこう会える人もいるかなって思ったりもするんですけどね。はい、というわけで、ツアーの方のちょっとメッセージが結構最近増えてきていまして、だいぶもう皆さんもあれはどうなの、これはどうなのというふうにね聞きたいって思ってくれてる方もいて、ありがたいなと思うんですけれども、はい、ちょっとであとね
メッセージ本当にいろいろちょっと取り上げて差し上げたいんですけれども、一つねちょっとこう深刻なものが来ていまして、これはちょっと なるはやでお答えしてあげたいなと思ったので、ちょっと取り急ぎで取り上げさせてください。聞いてよマザーレッカのコーナーに届けていただきました、まーちゃんさんからいただきました。お願いします。本当に頭が割れそうなほど悩んでいます。深刻すぎる話でごめんなさいということです。1歳と5歳のパパのことが大好きな子供がいます。5年ほど前から旦那がギャンブル依存症でありとあらゆる場所から多額の借金を作っていました。たくさん悩んで離婚の瀬戸際にいましたが、お金はどうにかすればいい、今ある大好きな家族を私が守ると決めました。今はギャンブルから離れて依存症を治すべく病院へ通い、旦那が夜中に副業しながら返済しています。どれほど疲れていても子供と遊ぶことには手を抜かず、子供に寄り添いギャンブルを除けば本当に父親としては素晴らしくて尊敬しています。このまま前向きに頑張ろうと思っていた矢先、副業のお給料が減り、本業のお給料も減ってしまって生活が厳しくなりました。私もパートはしていますが、家族を守るために毎日劣化を聞いて踏ん張ってきたのに、最近はそのメンタルを保つことができません。子供に冷たく当たってしまったり、何もすることができなくなったり、急に涙が出てきます。私の描く幸せは信用できる旦那と家族4人でいることです。でも現実は返済に追われていて、私もまたギャンブルをしているんじゃないかと毎日不安な気持ちになっています。まだ小さな子供に優しくできないことが一番しんどいです。こんな大事な時期にこんな子育てをしまっていることのしてしまっていることの罪悪感が辛いです。離婚すれば返済に追われることなく、旦那に対して不安な気持ちにならず、穏やかな気持ちで子育てできるかなと思ったりします。辛くても家族を守ることが前向きなのか、離婚することが前向きなのかが本当に分からなくなってしまいました、ということです。まあちゃんさん、とても難しいメッセージなんですけれども、これは私が何を言ったとしても、こうしろっていうことではないので、まあちゃんさんの、したいように、まあちゃんさんがこうだと信じた方に進んでほしいなと思うんですけれども、まあちゃんさんすごいね、すっごいやっぱり頑張ってると思います。多分一人でいろんなことを考えすぎて、ちょっと今オーバーなんとかになってるんじゃないのかなと思うんですけど、もう溢れちゃってる状態、無理だよそれ以上はっていう状態になっちゃってりかけてるんじゃないかなというのをちょっと私は心配してるんですけども、多分これギャンブル依存症っていろんな依存症ってそうだと思うんですけれども、私が聞いたことがある限りはですね、やっぱりすごく深刻な疾患というか病気の一つであると思いますので、このギャンブル依存症を私も実は知人に、おりました。でこれはですね、本当に治るか治らないかとかもその人によったりとか、本当にうまくそれを治療できるところに通い続けられるかどうかも違ったりもするし、でその方が、ギャンブルから本当にその後ずっと一生離れていられるかどうかっていうのもその人の環境によって全然違ったりするので、これはですね、私だったらっていう言い方もちょっとあれだな、なんだろうな、私がちょっと感じることなんですけどもね、まーちゃんさんは一番まずするべきことは、まずね、まずまーちゃんさんの健康、命、生きるということを守ることだと思うんですね。まずあえてまずと言いますけれども、まずまーちゃんさんはまーちゃんさんの生きることを守ってほしいです。で次にお子さん2人、ちっちゃいねお子さんね、1歳と5歳も可愛い盛りだと思うんですけれども、こんな小さなお子さん2人だとやっぱ大変なこともすごくあると思うんですが、このお二人の子供さんのことも守る、これがまーちゃんさん自身を守るその次にやっぱり必要なことだと思うんですね。
でその旦那様とどうするか、まあ、離婚をするのかとかね、あのこのまま一緒にこういて夫婦として家族として頑張るのかって、ちょっとなんかここになってくると、あの本当に私から何か申し上げることはできないんですけれども、私が一つ感じるのは、まずそのまーちゃんさん、そしてお子さんの生きるという部分、衣食住ですよね。あのお金もそうだし、ご飯とか暮らす場所、ね、寝る場所、すっごい大事なので、それらがもしも脅かされるようなことがあると、家族全員、大事な大事な家族全員が倒れちゃうんですよ。それは本当に避けなければいけないので、まずはまーちゃんさんとお子さんが生きる、健康に健やかに生きるということが続けられるようにするにはどうしたらいいかというところを一番先に、考えられたらいいのかなと思うんですけれども、私の本当にこれ考えなんですけど、離婚とか、家族の形が変わるとかいうことって、一事象事柄ではあるんですけども、割とその人生ってそれでも続いていくので、まーちゃんさんにとっての人生もお子さんたちにとっての人生も、実はその瞬間だけじゃなくて、やっぱりその後に長い長い1日1日毎日、1ヶ月2ヶ月半年1年2年3年何十年って人生は続いていくので、長い人生の中で家族の形が変わることって多分あると思うんですけれども、そういうことがあったとしても、例えばじゃあお子さんたちのお父さんは誰だっていうことは変わらないと思うんですね。お母さんはまーちゃんさんっていうのももちろん変わらないし、でもそこだけ、そこが変わらないということを理解をしていた上で、今私たち家族がこうどうしたら健やかに暮らすことができるだろうっていうのをもし考えることができたらいいのかなと思うんですけれども、私もちょっとそんな簡単に、人のご家族のことを言える立場にはありませんので、本当にそこはまずはまーちゃんさんがちょっともしかしたら溢れちゃってる可能性がありますので、なんかこう恐れずですね、まーちゃんさん自身も誰かに相談に行ったりとか、これ法律的な相談もあるし、あと心療内科とかそういう精神的なところでのお薬もらえたりとかっていうことのサポートもありますので、そういうところもぜひちょっと扉を叩いてみてほしいなというふうに、はい、思います。なんかちなみに私の知人もですね、結構やっぱりね、これ治るのがすごく、まあ、治るのがというか、依存症というのは一回依存症になっていると、ね、ずっとやっぱりそれとのお付き合いが生じていくっていうのは何依存症でもあるみたいなので、ね、アルコールとかもそうだと思うんですけれども、なのでそこはもうずっとそれとお付き合いするっていうのも一つのその方の人生の形になっていくのかなと思うんですけれども、はい、というわけでちょっとなんかすごくいろんなメッセージをいただくので全部全部取り上げて読んでいきたいんですけど、ごめんなさい、ちょっと今日はもう時間が来てしまったのでここで、はい、おしまいとさせていただきます。はい、というわけでいろんな告知をしたいんですけれども、今のところですね、ちょっといろいろ調整中のものもありますので、ツアーのこととか、この後出てくる新曲のこととか、マザー劣化からのこの勇者の実家以外のところで何かこう先にドーンと発表とかあるかもしれないですけれども、それだけちょっとここでお伝えをさせていただきたいと思います。はい、まずはですね、まあ、もうお伝えできているのは3ヶ月連続配信があるよと。で、1個目はもう出てるけれども7月に2個目来るよと。で、この7月の2個目はちょっと怖いよと、怖いの来るよということはお伝えをしていこうと思います。はい、というわけで、たくさんたくさんもういろんなことが起きてくる毎日なんですけれども、何を置いても何があってもあなたの体、
と心の健康が一番大事だよと私はいつもそれを思ってますので、ぜひ体を大事に過ごしてください。ご飯ちゃんと食べてください。あと夜はちゃんと寝てください。寝れなかったらお昼でもいいから寝てください。はい、というわけでみんな元気に過ごしていきましょう。これから夏ですからね、ちょいちょい休みながら行きましょう。それではまた帰ってきてください。いってらっしゃい。またね、レッカでした。